成いたしました野菜マーラーラーメンでございます。からまし、しびまし、15日から、3つのマーラーということで、まず第一弾、5月15日から毎年ご好評いただいております野菜マーラーラーメン、野菜の奥深い旨味と強烈なしびれ辛さが特徴の、毎年人気をいただいている商品、今年も発売になりました。第2弾、マーラー辛麺、5月22日、つい一昨日から販売になったんですが、こちら6月11日まで大人気の辛麺を、強烈なしびれと辛さを楽しめる、一品に仕上げました。そしてマーラー辛麺の翌日から第3弾、こちらは今年初登場のマーラーザルラーメン発売となります。暑い時期にぴったりのザルラーメンに、強烈なしびれの山椒と、肉味噌の旨味と辛味を味わえる、そういった一品に仕上がりました。こちらもなくなり次第終了となっておりますので、よろしくお願いいたします。お待たせいたしました、野菜マーラーラーメンでございます。ではトッピングの辛肉増しと辛増しとしび増し。
思ったよりそんなに辛くもなく食べやすくて、そうですね、はい、止まらなくなりますね。そうですね、もちろん辛いんですけど、はい、一度食べるか、そうですね、という野菜の旨味もしっかり取り込められてますので、うん、はい、辛いながらも本当に癖になって仕上がっています。キャベツのシャキシャキ感がまたいいですね、はい、やみつぎですね、はい、同じく野菜ラーメンとしまして、うん、はい、しっかり炒めた野菜が入っておりますので、ガラッと変わります。このマーラーラーメンのもつ、しびれがより増強されます。うーん、はい、確かにあの辛さよりしびれが来て、しびれがかなり強まる。大人気の汁なしラーメン辛麺をこのマーラーバージョンで作ることで、旨辛の肉味噌と、マーラーオイル、山椒が入っています。マーラーオイルが入っています。さっきより辛さがダイレクトにきますね。そうですね、うん、これ汁がない分あの山椒の香りとしびれ、そしてあの辛みもよりダイレクトに味わえます、うん、確かに、はい、お待たせいたしました。こちらはまだ6月12日から発売ですが、本日特別にご用意させていただきましたマーラーサルラーメン。これはあれですか、もうマーラーがもうガッツリ入ってるような、はい、マーラーはガッツリ入ってる。ベース の, あの和風だしの部分はあのザルラーメンと一緒なんですが、で、まあ、一見すると和風だしと山椒と唐辛子の辛さとってちょっとうんと思われる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、これがこれ意外に組み合わさるとですね、ちょっと今まで体感のしたことのない味に仕上がってると思いますので、ぜひご賞味ください。6月12日発売です。夏場には多分すごいいいんだよね、こういう、はい、冷たい麺ですね、はい、あ、やっぱ全然違いますね、はい、冷たさと同時に来る辛さっていうのはちょっと先ほどの、まあ、野菜マーラーラーメンと汁なしのマーラーラーメンともまたちょっとあの違う体験をしていただけると思います。そうですよね、ま、はい、全く別物ですね。別物ですねただあの意外や意外にこの和風だしとこのマーラーの相性というのは意外と確かに、ね、確かに、だしが効いてるんで、なんか、はい、ね、やはり、はい、辛うまというか辛うまっていう感じが、ね、はい、まあ、もちろんしびれもあるんですけど、はい、麺も細麺なので、まだあの絡み方とかも少し違うかな。うん、はい、めちゃめちゃ暑いと日には、はい、暑い日にはいいですね、はい、体の中からですね、はい、しっかりね、どっちもしたような、ね、まあこのザルラーメンに関しては麺が冷たいので、うん、はい、ミッツのマーラーというのは3種類発売するのは、今年が初めてでございまして、まずあの冒頭にもお話した通り最初に食べていただいた野菜マーラーラーメン、こちらは本当にあの野菜の奥深い旨味と辛さとしびれが体感できる非常にあのおすすめの商品となっておりますので、ぜひご賞味ください。でこの第2弾のマーラー辛麺、非常にあの辛麺という通常の、ま、あの汁なしラーメンもですね
あのご好評いただいてるんですが、さらにあの辛さをとしびれをあのプラスしたこのマーラー辛麺もぜひあのお召し上がりいただければなと思います。こちらについてちょっとあの注意が大きくございまして、5月の22日から6月11日の3週間限定販売となっております。こちらのあの辛麺に関しては延長がございませんので、ぜひあのお早めにご来店くださればなと思っております。で、本日あの特別にお話しさせていただいたマーラーザルラーメン、ちょっとここ今予告って入ってるんですが、マーラー辛麺あの発売終了後の6月12日からなくなり次第終了ということで第3弾として出しますので、こちらの方もぜひ、この野菜マーラーラーメン、マーラー辛麺に続き今年初めて発売する商品でございます。こちらもぜひあのご賞味いただければなと思っております。こちらもなくなり次第終了で、特にこの第2弾、第3弾が少し販売期間が短くなっておりますので、ご注意いただければなと思います。こちらはこちらもなくなり次第終了ですので、こちらもこの2つに比べれば販売期間長いですが、少しご注意いただければなと思います。はい、ありがとうございました。はい、すいません、はい、また次回あの、はい、なんか新メニューがありましたらまたぜひよろしくお願いします。また初マラーメンぜひお越しください。はい、ありがとうございました。とっても美味しかったです。はい、ありがとうございました。はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。